今回の問題はこちら。三次方程式 x 三乗マイナス 12x マイナス a イコール0が異なる3つの実数解を持つような定数 a の値の範囲はどうなりますかという問題になります。今回の問題のポイントですが、まず丸1番、解の個数、実数解の個数はいくつですかみたいな問題に関してはグラフの交点の個数として考えるのがいいでしょう。で、2次関数までだったら判別式とかで解の個数は0か1か2かっていう形で判別ができるんですけども、3次方程式以上になってしまうと判別式というものが基本的には使えないという形になってきますので、グラフの交点の個数として考えていきます。じゃあ何の交点なのかっていうと、こちら定数分離により y イコール fx、 つまり x に関係している部分の式、そして y イコール a、 a っていうのが今回出てこの定数ですね、の交点として考えますと。なのでこの x に関係している部分 x 三乗マイナス 12x と a、 この a の部分ですね、これをこっち側に持っていって交点として考えていくわけです。こんな感じで定数だけを向こう側へ吹っ飛ばすので定数分離という名前がついています。で、これで本当に交点を考えることができるのかっていうところなんですけれども、例えば y イコール x プラス2と y イコールマイナス 2x プラス3の1次関数2つの交点を求めなさいって言われたら皆さん何してましたか？連立方程式引き算をして y を消すっていう方もいると思うんですけども、この右辺同士をこう結んで交点を出していたっていう方も多いんじゃないでしょうか。で、そうすると 3x イコール1っていう形になりますので、交点の x 座標は3分の1みたいな形で、交点を求めろと言われたらその右側に来ている式をそれぞれイコールでつなげてあげると交点が出るんでしてね。なのでこの形を見ていただくと、これって y イコール x 三乗マイナス 12x というグラフと y イコール a というグラフの交点を求めようとしている瞬間であるっていうふうに捉えることもできます。このような考え方が定数分離による交点の出し方になります。そして最後丸3番、これはポイントというか確認になるんですが、 y イコール a、 a は定数なので数字です。 a は定数なので数字です。 y イコール数字というグラフはどんなグラフかというところなんですが、横一直線のグラフになります。なので、こう傾いてたりとか縦まっすぐっていうわけじゃなくて、横まっすぐの直線という形になります。いや、それを踏まえてこの問題を解いていきましょう。まず先ほど言ったように x 三乗マイナス 12x を左にキープしたままマイナス a をイコールの右側へ吹っ飛ばします。そうするとこのような形になります。ということで y イコール x 三乗マイナス 12x というグラフと y イコール a というグラフを考えていきます。こちら3次関数なので微分していただいて、増減表を書いていただくとこのようなグラフになるはずなんですね。で、極大値、極小値がそれぞれ16マイナス16という形になります。で、y イコール a というグラフはここで書いてある横一直線のグラフになりますので、まっすぐ横1本書いちゃいましょう。例えばこんな感じ、はい、これ今グラフ、y イコール x 三乗マイナス 12x のグラフに対してかなり上の方に書いたんですけども、そうなると、この y イコール a というグラフとこの3次関数で交点いくつあるか分かりますか？ここら辺は全く交わってなくて、ここでしか交わってません。で、この先もグラフが右上左下に永遠に伸びていったとしても、この青い線とこれ以上ぶつかることはないですよね。なのでこの場合の交点は1個、つまり実数解の個数も1個という形になります。今回は実数解を3つ持たなきゃいけないと言われているので、交点が3つになる瞬間って y イコール a がどの高さにいる時なのかなっていうのを考えていきます。じゃあもうちょっと下ろして、この極大値に接するような瞬間を考えていきましょう。この状態だと交点は1個、そしてこの極大値に触れているので2個という形になります。これでもまだ足りないですね。もっともっと下げてしまって、この極小値に触れる瞬間だとしても、ここも2個になります。こことここですね。つまり実数解を3個持つには、この極大値と極小値の間に y イコール a という直線がある状態、こうであれば交点を3つ持つ、つまり実数解を3つ持つという状況になっていきます。ということで今回求める a の範囲というのはマイナス16というところよりも高いところにあって、プラス16よりも低いところにあるという状態になりますので、マイナス16より大きく、16より小さいというのが答えになります。 Today I wanna be the light to reach where you're gonna be wherever you stay. You may feel like being alone, but I can be the one you really know now.
just